皆さんこんにちは、パトリックカマウです。今回は、なにわ男子が、なにわ男子ファーストアリーナツアー2021、なにわ男子しか勝で披露した嵐トゥルースのダンス回数をしていきまーす。僕ね、イメージとしては、なにわ男子さんって、あの、王道でキラキラーのイメージがあったんですけれども、もういい意味でね、そのイメージは覆されました、今回で。これね、あの、バキバキにかっこよく踊ってるんですよね。 王道もできるし、かっこいいバキバキの踊りで見せることもできる、もう何はダンスさんってあの、ジャニーズを初手立つグループの一つなんだと感じました。そんな最高なパフォーマンスを見ていきましょう。でそんな僕は普段、ダンサーをしながら、ダンスメディアの運営、オンラインダンスレッスン授業などをやっております。このチャンネル、ジャニーズの皆さんのダンスの素晴らしさを抑えるべく、ダンスリアクション、ダンス解説などをやっております。でこれからも何はダンスさんのパフォーマンス、ダンスリアクション、開発していきますので、何ファムの皆様、ジャニーズファンの皆様ぜひとも、 チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは何も出して、トゥルース一緒に見ていきましょう。よろしくお願いします。レッツゴーイエスもうね、演出がやっぱりライブ、ファーストアリーナツアーですからね、素晴らしいですね。来たよああいった構成見ましたか今、あの、よりなんでね、なかなか見にくかったと思うんですけど、音に合わせて回りながら、こう下がっていくんですよね。 ああいう構成結構使えます。で、ここの手をふわっふわってやるとこあるじゃないですか。あそこも音に合わせて強弱をつけられているのがやっぱさすがだなと。音への表現力が高いなと思っています。来ますよ。あれも音ハメですね。ここも強弱をすごくつけている。で、今のおっきなスヤの音に合わせて、胸のヒットをね、バカンって打ったところとかも、 この序盤の見せ場、ここですね。ケイドくんかなジョーくんかないいですね。あー、ここのウェーブも素晴らしい。で、細かいですね。手で表現するような振り付けっていうのを最初の、ま、イントロの段階で細かいところを見せてきますね。ここもスキルがすごい高いです。さっきのウェーブなんかも超いいですね。こう、スッ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 とね、もう余計なとこは動かさない。 ここだけ見てっていうポイントだけ、あの、肘から先の方、指先までっていうところにフォーカスしてウェーブをしています。あー、いいですねー。西畑くん、やっぱりセンターが似合いますね、最初。うん。で、これ、ソロパートで、センターで踊ってる以外のここのメンバーの質感ですよ。この音の取り方、大しくんかなうん。 るくんかないいですね。音を全部拾ってきますね。パーンっていう大きい音とかも全部拾ってくれる。うん。ああ、いいですね。今のズンっていうところなんかも、音の表現の仕方。イエスで、結構なにわ男子さんって揃いますね。ダンスがめちゃくちゃ揃ってる。揃ってるっていうのは、 あのこういったの腕の角度とかもそうなんですけれども音の取り方のタイミングですとか質感がーんって伸ばすところなのかっていうところも揃っていて見ていてすごく気持ちがいいグループダンスですねりゅうちぇかっけんとくがうんあーやっぱ心ここね 歌ってないメンバーのダンスがめちゃくちゃ見どころあるもうねフォーカスいかないところもしっかり作り込んでますよねいきますよここのパンっていう音の取り方とか足の運び方とかこういった反転するターンの仕方とかもうめちゃくちゃ綺麗ですで綺麗がさってありますねうん道枝君 はいかっこいいです皆さんスクショポイントですそして歌うまくねっていうねはいここもまた後ろのメンバーがやらかしてますねここ,これグッグッと入れてこれかかとを軸にクロスしてステップして戻していく結構ねあの細々して簡単そうに見えるんですけど意外とリズムに乗ってやると難しいんですよ タタタ,タタタっていうどんどんタタタっていうリズムの取り方ですねタタタどんどんタタタいいですねうんはいターンも素晴らしいおほしく発すああボーカル石道歩けやっぱいいですね身長の分もあるのか手足も長いんですけどそれが他に遅れることなく使い切ってるんで グッとさっきの手を回すようなところとかも出てくるんですけど胸の方からね開くんですよこっからゴンってねそこも遅れないっていうのはやっぱすごいんですよ実はダンスがやっぱり一番、まあ、楽にって言い方ごへがありますけど個人的には170ちょいとかっていうのが一番ですね音にも遅れずにみんなの見た目を、まあ、邪魔することなく表現できる最適身長だと思うんですけども それでもね大きくても遅れないっていうのは結構本当にすごいんですよジョージョーくんかっこいいっすね足くんああ表現力と表情もいいですねでここの腕を引っ張ってくるところ肩甲骨からグッと前に持ってきてそれにつられて腕の先が出ていくとうんでその後はボーカルの音に合わせてゆったりと取っていくと。 で、ここでグッとね胸の辺りにえー、と、お腹辺りか力をグッと入れて少し飛んで次の動きに回していくと動きに無駄がないですここドンうんはい歌唱力がいいなんだこれはあーそこの音はめねボーカルに合わせる音の取り方がすごくうまいぞめいて うん、イエーイいいですねあーはーいちょっと待ってくれ西畑くん大ちゃんあここの軽やかな見ましたかすっと足を払ってちょっとここはスローでみたいなぐらいめちゃくちゃいいです ここまでナチュラルに踊って見せれるってなかなかすごいことなんでこう払って足がこっちにつったらこっちに重心を預けるうん素晴らしいですねナチュラルにあの足の挙動の使い方っていうのが胸のあたりというかお腹あたりから体の中心から使い切っているっていうところがまず一つとで足の払いに合わせて 重心を違和感なくしたっていう凄さこれうん素晴らしいあーでここのみんなのターンもめちゃくちゃ綺麗でここも1個グンってねバレエのターンみたいに上に伸びてターンをしてるんですよこれもう体幹ができてない人はブレブレになるんでああ首切れもいい y o ち t あードゥンドゥンと取るところこの最初ウェーブで入っていってああいいですねでステップをしながら若干ね胸のあたりでウェーブを通しながら前に進むっていうところですねあー足くんいいねうぅ <noise> いいですねここの質感表現めちゃくちゃいいもうちょっと前か これね、でー、あの、東方オンチなんですいません、気をつかんでください、イエスあーい、照明と合間ってめちゃくちゃいい、あーい、ターンしてここ揃って手を上げる、これ、なんだ、身長順になってるのかな、めちゃくちゃ綺麗ですね、新名で、あーい、ここ、体の切り替えっていうのが、あの、 なんて言うんてうですかなんか迷彩迷彩体の入れ替えっていうのがぼやけなんですよねクリアにスパッて切り替わるところこれもだいぶ意識してますねここうんうんはいいいですねジョーくんボンってね一個ポップですねあのー、胸をポンと外に弾くような動きをはいかっこいいうわ ああ、終わり方もいいですね。おーこれ最初にやったやつですよ。最初にやった肘から上のウェーブ。細かいウェーブを最後また持ってきましたね。起床転結。いやー、素晴らしいです。ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。ニャルダンスさんね。 本当に僕個人的な印象としては、王道キラキラ、王子様、チームっていう感じのグループではあったんですけれども、やっぱり真剣に踊るパフォーマンス、歌のパフォーマンス、まあ、全部真剣なんですけれども、するとき、こういったバチバチ系とかもできていく、多分おそらくよりヒップホップの曲をやってくれてもめちゃくちゃ上手いんじゃないかなと思いました。それぐらいのポテンシャル高いし、スキル高いし、これからのジャニーズを背負っていくグループなのかなと。 思ったステージでした。ありがとうございました。皆様どう感じましたでしょうか皆様の感想ですね。とかもコメントでいただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。勉強になります。で、この動画少しでも良かったなと思っていただけたら、とも高評価ポチッとよろしくお願いいたします。そして今回は以上になるんですが、これからもニャーダンスさんのダンスのリアクション解説どんどん心込めてやっていきますので、ナニファームの皆様、ジャニーズ大好きな皆様、ぜひともチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、また皆様、じゃあ次回の動画で、 またお会いしましょうではではー